本日はお集まりいただきましてありがとうございます。9月22日後楽園ホールカード発表会見を行わせていただきたいと思います。なおこの大会はファイティング TV 侍さんにおきまして生放送されます。よろしくお願いします。それでは第1試合の方から発表させていただきます。第1試合カードにて出場予定選手七瀬アリス、脇夏実、阿野沙織。第2試合シングルマッチ15分日本勝負米山香織 VS クリス・ウルフ選手です。お願いします。こんにちは、私はクリス・ウルフです。 Hey Asuka, can you help me?Sure. Awesome. So, apparently, I suck at tournaments. I can't seem to win anything. So why do I do this? I think maybe because nothing else in the human world really makes sense. Should I use this? いらない方がいい。大丈夫。マイク使った方がいいですか？Yoniyama san, I like your Aladdin outfits. You have shiny costumes. They're so cute. And I'm going to wear them after I eat you. そうですね。私はこのトーナメントで一度も勝たなかった。でもなんでやり続けるか。それは人間界では何もこう意味をなさないから。ね、こう人間界は何の意味もない。そうですね。で、米山さん、あなたを食べた後、そのキラキラの衣装を私が着てやる。続きまして、東条海里復帰戦シングルマッチ15分本勝負。東条海里 VS 日村智美、お願いします。三村ひろみです。三村ひろみです。先日のファイブスターグランプリは6戦6敗でした。もう本当に本当に悔しいです。はい、ただもう自分の中ではこう気持ちを切り替えて前を向いて進んでます。後楽園ホールでは海里さんとの試合ということで、これはこの気持ちを全部ぶつけるチャンスだと思ってます。その5スターグランプリでのこの悔しい気持ちを、その雪辱を全部ぶつけたいと思います。よろしくお願いします。はい、第8代ワンダーオブスターダムチャンピオン北条海里です。この度、5スターグランプリ2016ではですね、3連勝から始まりまして、その後まさかの3連敗という、しかも不戦勝という、不戦敗というね、これまでにないほどのね悔しい思いを味わいました。欠場している間、本当にいろんなことを考えて、精神的にも、まあ、心身ともに、ここ1年の中で一番悩んだ時期を過ごしました。でもやっぱりそんな時に選手のみんなが一生懸命試合をしている姿を動画や写真で見たり、あとは選手のみんなが声をかけてくれたり、先輩後輩、スタッフの方もたくさんメッセージを送ってくれて、他団体の方、はい、友達や家族、たくさんの方に、そしてファンの方ですね、たくさんのメッセージを送っていただいて、このままへこんでいるのは私らしくないと、気持ちを切り替えて、はい、今は心身ともに、健康な状態でいます。で、先日ドクターの方にも、チェックしていただきまして、この1週間何も大きな問題がなければ、後楽園ホール大会で復帰をしてもいいというね、許可を、いただきましたので、本当に、ほっとしてますし、嬉しい気持ちです。またスターダムのリングに上がれること、そして久々のね後楽園ホール、いやもうスターダムでの後楽園ホールでの試合は約3ヶ月ぶりですかね。もうそこで聖地でですね試合ができるということで、本当に今テンションが上がっています。
そして、復帰戦の相手はですね、今隣にいる三村ひろみということで、ヒロ、ファイブスターグランプリは全敗だったんだよね。うちも初めてファイブスターグランプリに出た時は、まあ、ほぼ全敗、最後、まあ、木村恭子選手と、まあ、引き分けたんだけど、まあ、それはリングアウトであって、まあ、勝ちとは言えないし、まあ、正直全敗のようなもので、本当に悔しい思いをしました。ヒロはファイブスターグランプリ出し切れた？自分を悔いはない？いや、あります。ある？はい。どんなところに？もう最後の本当に切り返しだったりとか、あそこで自分が返せたらとか、腕を上げて入れたらとか、本当に悔いはあります。そうだよね。うちも試合を見てて、だんだんその勝ちに近づいてってるし、気持ちも気迫も出てて、あと一歩のところだったよね、最後もね。じゃあ今回その悔しさを全部ぶつけてよ。本当に、はい、ぶつけないとうちは許さない、ヒロ。わかりました。本当？はい。ぶっ倒れるまでやってくれる？はい。うちも受け切るし、ヒロはうちを潰すつもりで来てほしい。はい。うちも復帰戦とはいえ厳しく行こうと思ってるから、いつも通り。はい。絶対これをただのシングルマッチでうちは終わらせたくないし、ヒロミの今後のことを考えて本当に今頑張ってますし、練習とか試合ももっともっと上に行けると絶対思ってるので、私がヒロの心と体の殻をね、ぶち破りたいと思います。はい。3試合目ですけど期待してください。何かご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。お願いします。試合が怖くなったりとか、そういうこととか、まあ、一番思い悩んだということですけれども、今回の決勝はどういうところで悩みが深かったんでしょうか。はい、やっぱり今回3度目の脳震盪、ここ1年、まあ、1年ぶりぐらいだったんですけど、ずっと健康な状態でプロレスを続けてこれてて、で今回まさかのもうなると思ってなかったので、3回やってしまったっていうことと、あと記憶がなくなってしまったっていうことにすごいショックを受けたというか、このまま大丈夫かな、レスラーを続けられるのかなっていう不安と、あと試合が終わって直後は大丈夫だったんですけど、2日3日経ってからその頭とか首の痛みが結構強くなって、治るのかなっていう不安にはなったんですけど、はい。でも寝てたら寝て休ませて、大事を取らせてくれたので、社長も、はい、選手のみんなも休んでねという声をかけてくれたので、しっかり休ませてもらって、そしたらなんか心身ともにすごい、はい、リフレッシュできましたね。はい、またやれるっていう今確信があるので、はい、そういうなんだろうな、できない気持ちとか悔しい気持ちとかをたくさん味わった分、今回試合ができる喜びっていうのをまたリングの上で爆発させたいですし、やっぱりこの失敗というかことを必ず今後に生かして行きたいと思ってます。私だけじゃなくスターダム全体としても、はい、出していきたいと思います。はい。何か質問ある方いらっしゃいますでしょうか。それでは写真撮影の方お願いいたします。6人タッグマッチ、岩谷真由、渡辺桃、ジャングル京奈対
木村京子、家族新メンバーとなります。どうも、じゃんじゃん投げてぐるぐる回せ、どんな相手も投げ倒す密林パワー大会、ジャングル京奈、ジャン京です。はい、先日終わりました、5スターグランプリ2016では、4勝2敗ということで、まあ、そのうちの1勝は不戦勝ということで、4敗2勝すいません、2勝4敗すいません2勝4敗ですよ、2勝4敗です、はい、ということで、そのうち一勝は不戦勝ということで、まあ、成績だけを見たら本当に、満足の結果ではなかったと思います。でもこの3週間5スターグランプリ中の3週間本当にもうプロレスだけのだけでもプロレスだけでも本当頭いっぱいになって、なんか結果はこんな感じだったんですけど、すっごいやっぱプロレス大好きだなって思うこのシリーズでした。この気持ちをね、本当大切にしてこれからもっともっとステップアップしていきたいなって思っています。ということで、後楽園大会は、スターダム正規軍 VS 大江戸隊ということでね、カードが組まれましたので、このね、すべての鬱憤を大江戸隊、特に花月にぶつけていきたいと思います。頑張りましょう、頑張りましょう。ハイスピードチャンピオンの岩谷麻衣でーす。というわけでね、5スターグランプリは3勝1敗2引き分けということで、決勝に進出できなくて優勝を逃してしまったんですけども、本当に悔しいです。でもこのもう出れないっていうの決まってしまったので、もう気持ちを切り替えて、もうこの悔しさは来年にぶつけたいと思います。で、まあ、今回なんか大江戸隊の新メンバーがなんか来るということなんですけど、まあ新メンバーアレックスリーとかそんな感じですかね。そうですよね、まあアレックスリーっていうことで、まあ、すいませんネタバレしちゃって。まあ誰が来ても別にいいです。そんな武器しか使えないような軍団に負けることはないので、うん、まあいっぱい負けてるけどね。でもね、結局武器がないと勝てないんですよ、うん、はい、そうそうそう、だからまあとりあえず武器だけにね気をつけて、うん、まあいけば勝てると思うので、まあ普通に後楽園大会盛り上げて自分たちが勝ちたいと思います。よろしくお願いします。お前らさ、なんか自分のさ結果分かってないとかやばくね。分かって言えたよ、タジタジだったじゃねえかよお前らよ。あとさ、ジャングルさ、お前さ声のボリュームでかいからさマイク使わないでくれる、マイク壊れんだけど。ああ、うるせえんだよ、もういつもうるせえんだよお前はよ。まあいいや、アレックスリー新メンバーいいとこつくじゃん。でも違います、残念でした。今回大江戸隊が用意した新メンバーはなんとなんとスターダム初登場の誰か。スターダム初登場っていうことだけ教えてやるよ。誰が？まあイメージすんなよ、プロレスは X っていうのが面白いんじゃねえのなあ。だからそれ以上詮索すんな、お前ら記者もお前らも詮索すんなよ、当日のお楽しみ。まあこれからの大江戸隊を築いていく重要なメンバーになっていくだから。笑うんじゃねえよ、お前らの方がマイク大事大事だったじゃねえかよこの野郎。まあ重要なメンバーだからな、お前ら楽しみにしとけ。あと笑ってんじゃねえよこの野郎、大事なところで、大事なところで噛んじゃった、ね、うるせえ。それより岩谷、お前5スターなんとかってやつやってんやな、トーナメントな。あれ決勝に残ってないって、あれあれれれれれ、あら決勝に残れなかったんだ、残念、ご苦労さん。
まあ今回の6人タッグ、花月様の勢いに岩谷がついてこれるかどうかは分かんないけど、まあせいぜいそのハイスピードのベルト大事に大事に磨いて持っといて、そのうちこの私がきっちり取りますから楽しみにしとけ。You know, at first I didn't have a problem with you, Blue, but now I have a big problem. You see, coming out after my match in Shinkiba and requesting a title match, that's not cool with me. Okay, and you can smile all you want because at Currican Hall, you're not going to be smiling when a hip attack is coming towards you. Okay. And I've noticed you always seem to want to have the last word on everything, but at Currican Hall, it's going to be me that has the last word. Oh yeah, I definitely think.私がいる場所にわざわざ上がってきて私に何か頼み事をするなんて本当に許せない。今は笑ってられるだろうけど、最後に後楽園ホールで笑ってられて、最後に言葉を発することができるのは、私ですからおっしゃってます。First of all, Tony, I mean, like, I don't get about the five-star Grand Prix tournament. It's the past. The only thing I care now is this title. The only thing I care now is to beat you a second time and get the new SWA champion, Tony. You, like I told you in Shinkiba, you was undefeated. Till you face me, cause you face your master. はい、最初にトニー、もうファイブスターグランプリは終わったことだからもうどうでもいいわ。今タイトル戦、この SWA チャンピオンのこのベルトをかけて、私はあなたを2回目を倒してやると。でこの新木場で言った通り、私は一度あなたを倒してるんだから、今度も倒す。で私が今度の次のチャンピオンだ。Yeah, sorry, you don't get the last word this time. After Currican Hall, Nikki, nobody is gonna remember you. Nobody. Once I'm done with you, you're just another one of my victims. You know why?Because best in stardom, best in Japan, best in the world. I'm scared. SWA champion. Yeah, you should be scared. You should enjoy it. Okay.
あなたは言っとくけれども、後楽園ホールでの大会の後、あなたのことを誰も覚えていることはないわ。私のただの大勢の中の被害者のうちの一人で終わります。なぜなら私は今スターダムで、日本で、世界でベストなあのレスラーだからです。Only one thing, enjoy the last days as a champion. That's all I have to say. 最後に言えることは、残り少ないチャンピオンでいられる日を楽しんでらいかがですかということです。選手権試合30分一本勝負、王者白井伊代対挑戦者ヘイリー・レイ。白井伊代6度目の防衛戦となります。はい、今年のファイブスターグランプリ2016年、私白井伊代はですね、4勝1敗1分けという結果に終わりました。私のいたデッドスターズ、こちらのブロックでは北条海里がですね、私との、熱戦により、惜しくもというか、なんというか、まあ、欠場に追い込まれてしまった中で、所属のエースである私白井伊代が優勝決定戦に進出することを、私自身も、そしてきっとスターダムファンの皆さんも期待してくださったと思ったのですが、最後にはですね、クリス・ウルフの大江戸隊だか本人の策略だか分かんないですけど、まあ、とんでもないリングアウトで最悪の結末を迎えてしまいました。まあ、この借りはね、クリス・ウルフにはまた別の機会でしっかり返すとして、この結果、私は開幕前から尾藤陽吾と白井伊代を優勝決定戦のカードでいいんじゃないでしょうかというふうにね、言い続けてたんですけれども、それが私のこの不甲斐ない結果によりかなわなかったので、ならばとですね、直接対決ができないのであれば試合内容で勝負してやろうというね、まあ、転んでもただでは起きない女です。はい、私は、ということで、この赤いベルトワールドオブスターダムの防衛戦をね、やらせてくださいということをね、宣言させてもらったんですけど、その対戦相手がここに座っているケイリー・レイ、まあ、ケイリー・レイもだいぶスターダムにも参戦して、そのポテンシャルの高さ、だいぶ皆さんも分かってきたとは思うんですけれども、私もヨーロッパで2度ほど対戦しています。その中でケイリー・レイがすごい選手だということは私も分かってますので、後楽園ホール大会、ケイリー・レイと私で大暴れして、で必ずこのベルトを守った上で試合内容でメインイベント優勝決定戦を送ってやります。そしてですね、もし仮に優勝決定戦尾藤陽子が優勝した場合には、この赤いベルトをかけて
タイトルマッチ防衛戦7度目の防衛戦になるはずなんですですのでね、尾藤陽子対白井陽、白井陽7度目の防衛戦をワールドオブスターズもかけてやりたいと思ってます。ですがね、対戦相手のテッサ・ブランチャードも、まあ、私がいるレッドスターズ、私を差し置いて、決勝に進出したぐらいですので、まあ、実力もあると思うので、まあ、そのあたりは尾藤陽子次第なんじゃないかと思います。応援のほどよろしくお願いします。So, in my last match, I was defeated by Beetle. And that is something that infuriates me because she is going on to the finals of the five-star Grand Prix, and I am not, even though we finished with the same points in the tournament. And yes, after the match, you came out and you challenged me. Now, Io, we did have a match in Europe. And it was one of the most intense matches I have ever been a part of. But you beat me on my home turf. I do intend on doing the same to you. You are one of the best in the world, in my opinion. That belt proves it. You're the best in the ring, and I rarely see you make a mistake. But I can promise you, at Corrigan Hall on the 22nd, you challenging me for that belt will be the biggest mistake of your career. そうですね、最後のマッチで負けた、尾藤陽子に負けた、それは本当に許せないこと。私が決勝に行くはずだった。そして今白井陽とこの赤いベルトをかけてヨーロッパであんなに激しかった試合は今までないほど戦って、で私はヨーロッパで母国でですね、イギリス母国でやられたんです。だからあなたにも同じ気持ちを味わわせてやりたいですね。で、あなたは最高の選手だって思ってます。だからこそ今まで何一つ間違いがなかったキャリアかもしれないけれども、私とこうやってこのベルトをかけて戦うことがこのキャリアで、あなたのキャリアで最大の間違いだということを証明してやります。メインイベント5スターグランプリ2016優勝決定戦30分の本勝負、レッドスターズ代表テッサ・ブランチャード対ブルースターズ代表尾藤陽子、お願いいたします。で、一応これタイトルマッチじゃないんですけど、優勝決定戦として登場します。はい、伊藤陽子です。復帰して約3ヶ月、こうして
すっごい大きなチャンスに巡り合うことができました。私は、2011年の5スターグランプリ怪我で12年の5スターグランプリで、怪我によって出場することができませんでした。そして代わり代打で北條かえり選手に出てもらったんですけども、彼女もすごい悔しい思いをしたし、そして2012年の初めての5スターで私の師匠そしてタッグパートナーの相川優月選手が優勝して、それで私も今回の2016年の5スターグランプリで優勝して、師匠の相川優月さんに王冠をかぶった私、マントをかぶった羽織った私を見せてやりたいと思います。そしてすっごいうるさいんですよ、もうすっごいうるさいので、その口を私が塞いでやります。試合内容とかは全然見てなくて分かんないんですけど、まあ、足元を救われないように私が最後仕留めていきます。So I got back in the ring in Stardom, and now it's 3 months, and this is a great, great opportunity I got. And at 2012, I got injury and I couldn't be on the 5-star Grand Prix. So Kairi Hojo was on it instead of me. So I really want this. In 2012, my master, Yuzuki Aikawa, won it. So this year, 2016, I want to be the winner, and I want to show my master, Aikawa Yuzuki, my crown and everything. And this Tessa is so annoying me, so I'm going to shut her mouth up, and I'm going to get her. Beto, are you looking for sympathy? Oh, you couldn't make it to the last 5-star Grand Prix because you were injured. Guess what? In January, I was injured. Look at my shoulder. Do you see me running around looking for sympathy? You hang on to this hope. I'm here to tell you that's a lie. On September 22nd, the only reason your name is even going to be deemed relevant is because of who you'll be standing in the ring with. You are not my friend. Look me in the eyes when I tell you this. You are not my friend. On September 22nd, you are my enemy. And I'm here to tell you, you might be taking some more time off. うん、怪我したんですか、それで道場を買ってると。私を見て、1月に私もここを怪我したのよ、鎖骨を怪我したのよ、でそれで道場を買ったりしている。9月22日あなたは私のおかげで私とリングに立っているからこそ話題になる。ただそれだけ、私のおかげで話題になるだけなのよ。であなたは私の友達じゃない、目を見なさい、あなたは私の敵です。それで言わせてもらいます、またあなたは休むことになるんじゃない？ありがとうございました。何かご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。あ、お願いします。伊藤選手、はい、ですけど、先ほど白井選手から試合内容で勝負したいという話もあったり、はい、もし優勝したら次に挑戦してこいというような情報的なことがあったんですけど、はい、それについて。そうですね、もう本当に伊代さんに比べたら、私は全然プロレス歴も少ないですし、技もそんなに華麗な技もできないけど、やっぱり人間として気持ちがあるので、気持ちで戦って、ボロボロになってもぐちゃぐちゃになっても這い上がる。そして伊代さんのベルトに挑戦したいです。 Look, my track record speaks for itself. The reason EO wants Beto to win is because that's the easier choice. That's the easier decision. That's the easier match.
Ija Io, she gave me the fight of my life. It was hard, but it was hard for her also. And she doesn't want to face me again. That's the only reason. That's it. So you know what? I'm a Blanchard. Winning championships, winning tournaments, it's in my blood. Come September 22nd, Beto is going to be irrelevant. It's going to be me and Io for that red belt. It's going to be me and Io at this press conference signing this contract for that red belt. Beto, you'll be lucky if you're even in the opening match by then.皆さん、私が選ばれなかった、私が誘われなかったのは、私が尾藤陽子だったら倒せるからでしょ、簡単に倒せるからでしょ。私たちが戦った時、私もすごくつらかった、つらい試合だったけど、それは伊予試合にとっても一緒で、もう一度戦いたくないからだけ。私はチャンピオンの決闘です。だから次ここに会見に来る時、伊予と私がここでサインをして戦うことになるので、その時、その試合の時は尾藤陽子はただの私のオープニングマッチ、第一試合でもやってもらいます。ありがとうございました。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。お願いします。尾藤さんがクリスタさんが喋ってるのすごく嫌そうな顔なんですけど、こういうタイプちょっと苦手ですねちょっと本当にうるさいですし、この前の新競馬大会終わった後もフェイストゥフェイスされたんですけれども、近いすごい私はどうしていいのかが分からなくなってしまったし、でもやっぱりこの口を塞げるのは私、後楽園ホールでしっかりこの口を塞い でしかも立てないようにして、フェイストゥフェイスもできないようにするので、もう何も喋らせません。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。それでは写真撮影の方お願いいたします。はい、ありがとうございます。します。